1週間のご無沙汰でした。レポ TV 北オトロアワーのお時間です。今週は北オトロさんがちゃんとスタジオに。あ、1週間、2週間ぶりのご無沙汰でございます。無事生還いたしました。その間にまあ、大変なこともね、大変なこともありまして、ありまして、ね、はい、皆さんお元気でしょうか。まあ、レポ TV としてもまず番組冒頭に、今回の東日本大震災の被害に遭われた皆さんにお見舞い申し上げます。そうですね、はい、本当にもう何と言っていい、もうトロさんは、ね、いや、マラソンの話をするのもちょっとは難しいところなんですけど、はい、また回を改めて聞きましょう。そうですね、まずやっぱり今はこの震災のことなんですけど、うんうん、もうすでにツイッターで、はい、かなり意識的に非常にポジティブな、そして役に立つ情報やなんかをリツイートしたりツイートしたり、なるべくね、なるべく、うんうん、そうした方がいいかなとちょっと思ってね。いや、僕もそう思います。うん、僕もなるべく自分の出演だとか原稿書いたりするのは、とにかくまあ、激励をするとか、うん、まあ、あったかい助け合えるこう感じとかをさ、なんか、なるべく発したいというさ、はいはいはい、これはさ、うん、だって本当にね、本当はまあきついと思うんですよ。それはもうさ、現地で ね、うん、もう大変ですよ ね、だまあ本当にできることをしたいなと思うんですけど、ちょっと順序がどっから言ったらいいのか分かりませんが、まず今日この、レポの第3号の発送作業を昼間やりましたね。そうですね。だからこう本当にメルトダウンするかもしれないみたいなさ、うん、ちょっと大変なこう今朝午前中なんかの感じで言うと、そういう空気感だったわけじゃない、うん、テレビだとか、そうですね、わさわさするような、だけど本当驚くようなめちゃめちゃ人が集まってる、ね、者が一番これまでの最多ですよね。最多ですね。何人ぐらい、15人ぐらいです、ね、15人ぐらい、だらまあ本当に発想バカこんなに発想が大好きな人はこんなにいいみたいな感じだったんですけど、そう、まあちょっと複雑なこう感じですよね、うん、その発想が楽しいっていうのもあるだろうけども、うん、まあやっぱりそうだね、そのテレビばっかり見てね、うん、ネガティブな情報ばっかりこう受け取るんであれば、うん、こう知ってる仲間みたいな人たちと、まあ、冗談でも言ってさ、うんうん、一緒に時間を過ごしたいっていう心理も多分あったかなと。いや、絶対あります、うん、そうですね。集まりましたね。もう暖房を切ってですね、ムンムンしちゃって汗ばむみたい。でも久々に1ヶ月前のチビレポの発送の時とね、はい、京都だとこの1ヶ月の間に本当にいろんなことが変わってしまったように僕は思うんですが、はいはい、だけども、うん、こうやってなんか仲間に会うとかさ、うん、言うとなんかやっぱ嬉しいですよね。だから多分今日、ね、トロさん先週来なかったなと思っているね、ご覧になってるこのユーストをご覧になってる皆さんも、うん、トロさんの顔ね、久々に見れて嬉しいと思うんですよはいはい、はい、まあでもそういう感じで、まあ、なるべく番組普通に行きたいんですけれども、ね、まあどうしてもこのことは触れていかざるを得ないです、うん、で、トロさんは、いち早く、まあ、レポを読んで、なんチャリティーしよう。あ、そうですね。何でしたっけ。レポチャリ、勝手にね、立ち上げました。そうですね。バックナンバーを、買っていただくと、そうです。その、お金を、はい、全額どっか寄付しようという、はい、まあ、試み。それに関しては、まあ、北を取るの人間を信じてくださいと、まあ、ちょろもかしたりせんですよと。ええ、それはしないです。全額いっちゃう感じなんですか。全額いきますよ。こんなさ、ええ、こんな小さな雑誌が小さな雑誌が、いや、小さな雑誌だからできるんで、どうせほら在庫あるし。売れないしみたいなこと。残り物ですからね、はい、残り物を、うん、それでもこう、まあその寄付とかそういう現金のね、はい、やり方っていっぱい、まあ、いろんなところで受け付けてますから、はい、もちろんそこに持ってってもらっても全然構わないんですけども、はい、そのお金と交換にね、はい、まあこういうものでもレポでも読んで、うん、まあ少し、ね、楽しんでもらって、うん、でなおかつそのお金をまとめてね、はい、あんまり小口でこうこちょこちょこちょやってもまた困るって話もちらっと聞いたんで、はい、ね、うん、で最低2000円からとか言ってたりするわけですよ。はい、でも1000円しか出せないよみたいなのもあるじゃないですか。うん、だからそういうのをまとめて、はい、
ある程度たまったところで、今ちょっとどこにするか検討中ですけれども、はい、まあ、現金として出そうという、はい、あの試みなんですよね。まあ、現金でもあるし、その レポの、まあ、代金でもあるので、うん、そうですレポも読めちゃうわけですね。現金レポ読めます。まるまるそのお金は現金に行くと。そうです、そうです、ということですね。はい、なんで、まあ、読者の方もレポを買ったと、うん、違うか、寄付をして、うん、で本が一冊、まあ、手元に残ったと、うん、なるほど、ね、記念にみたいな感じで、はい、で僕らもこの第3号はこれは無理、これは、ね、バックナンバーの近くまでね、申し訳ないですけど、なぜかっていうとね、はい、なぜなんでしょう。バックナンバーっていうのは、うん、もう僕お金払っちゃってるわけですよ、ね、原稿料も払い、払えることができたものなんですよ、はい、印刷代も払い、あとはどうやって売っていくかっていうのはね、うん、あるんで、である程度もう売れましたとなって、うん、はい、皆さんのおかげでね、購読者もいるんで、はい、でも、まあ、一部余ってる、うん、それを、うん、提供する、うん、こっちはですね、はい、これから払わなきゃいけないんだっていうことなんで、あ、そうですよね、なんで、まあ、本当申し訳ないんですけども、うん、潰れちゃいますからね、これをまでやっちゃうと、こういうことやるにはやっぱり存続しないとできないんで、はい、そういや本当です、はい、ちょっとご容赦いただいて、1号と2号、はい、またその両方ということで受付させてもらってます。結構もうお申し込みはもう多分、額面でいうと10万円ぐらいは来てると思います、はい、なんかちょっとあ、はい、僕が持ちますよ。あ、そうですね、はい、まあ、期間レポで検索してもらってもいいんですけれども、はい、ブログの方にですね、その、要項というか、はい、申し込みの仕方みたいなのを詳しく書いてますんで、うん、で、レポの場合まだちょっと、クレジットカード決済ができないので困っていたら、富士山マガジンサービスという、雑誌のアマゾンみたいなサイトがあるんですけれども、はいはい、そこがですね協力させてくれということで、ありがたいです、クレジットカード決済できるんでね、はい、なんで、まあ、カード決済でやりたい人の方が多いと思うんですけども、はい、ぜひ富士山の方に行ってもらって、はい、そのレポありますんで、はい、今トップページに多分出てると思いますんで、検索もしやすいっていうか探しやすいんで、はい、そこからお申し込みいただければ、まあ振り込みに行ったりね、はい、そういう手続きもしなくて済むので、はい、こういう、はい、そんな感じですね。そうですね、はい、よろしかったらなんでチャリティーしようと、そうですね、ということですね、はい、あとちょっとこのもう一つの紙がちょっと僕ちょっと目の視界の端に映ってちょっと笑っちゃったんですけど、これもすごいですね、これこれレポ筆者の早川さん、そうです、早川舞さん、元女王様 の早川舞さんが、はい、この100円 SM 基金、100円 SM 基金、ええ、これはですね、何でしょう、これは無知一発100円、ああなるほど、MO の皆さんが、そうです、 MO の皆さんが無知打たれに来ていただければ、ええ、打ってあげるよと、はいはい、縛って500円、あ、金箔500円、あ、そうですか、いろいろありましてですね、あるんですね、一発打たれるごとに、その皆さんのお役に立てるって、まさにこう MO にとっては、あ、なるほど非常にやりがいのある、ええ、これはこれいい企画だなと思って、はい、この子にアクセスすれば、そうですね、アマルコルドという舞さんが、はい、働いてるというか手伝ってる、はい、お店でやられるそうなんですけど、はい、今晩あたりからもうすでにビシビシと、はい、そうですか、市場に、まあね、まあでもこういういろんな試みで、お役に立ちたいということですよね。そうなんですよね、はい、自分にできる無理なくできる範囲で無理なくできる範囲でこうやっぱりねやりたい。なるほど、うん、地震の時は、はい、トロさんはどう、僕はここにいましたね、あ、この事務所に、事務所に普通に仕事をしててですね、はい、文学フリマっていうイベントがですね、うん、5月か6月忘れたけどもあるんですよ、うん、それにこうレポも参加したいなと思って、はいはいはい、こういろいろネット見て、今まさにこう手続きせんとするところでグラッと来ましてですね、結局手続きをそれ忘れちゃったんですけど、もう締め切りになっちゃったんですけど、はい、それで事務所は結構あれですか、本棚とか、本棚も、本も飛び出しましたし、うん、揺れがとにかく強烈で、まあ、どこも一緒だったと思うんですけど、まあ、もう外に迷わず外に飛び出しましたね。あ、そうしたらみんな外に出てきていて、はい、車もその場でストップしていて、まあ、通り全体がこうフリーズ状態ですね、みんななんかこう固まってるんですよ、固まったまま動けないっていう感じで、う
でおばちゃんとかね、女の人はこう動けないながらも、うん、大変なことが起きたわよとかいろいろ言うんですけど、うん、男は無言です。無言でみんなこんななってて、はい、でまたぐらっと来るたびにこう、うん、こうざわざわ、何分、10分ぐらい続いたのかな、いや、ちょっと本当にね、これはいよいよ来たなっていう、いよいよ来たなっていう感じでしたね、はい、まあ、でもあの僕ね、はい、あのこの一連の今日までの日々で、うん、いや例えばあの東北の現地の映像とかはちょっと受け止めきれないぐらいの、あの辛い映像ばっかりで、僕あの結構旅行で行ったような町が本当になくなっちゃってるっていうことになったり、もう胸痛いんですけど、普段の日常っていうか僕が暮らしてる例えば東京のマンションの暮らしとかね、まあ最初本棚ガーって崩れて、うん、僕んちマンションの11階なんで、揺れも幅も大きいんですよ。ガーサー来て、うん、それで、まあ、片付けなきゃなんないんですけど、片付けながらこれもいらないなとか、こう避け始めたりしてる自分っていうんですか、もう余震とか来てるのに、うん、避け始めてるんですよ、うん、それで資源ゴミ出したり出そうなんて、戻す元に戻すどこかのんきなところがどっかのんきな、うん、なんかそのいろつまり僕が言いたいのは、うん、いろんなことが日常化していくことの凄さっていうか、うん、こんなだって、この先週あの この数日で言うとさ、うん、原発が爆発したりしてるわけじゃない、そんなのはさチェルノブイリとかさあの広瀬隆読んだりしてるみたいな、もう本当に怖い想像上のっていうか、うん、まあリアルなあれじゃないんだけど、うん、すごい怖い感じなんだけど、うん、それ見てなんかご飯食べたりしてる時に原発のなんかあの外壁だか建屋ってやつか、バーンっていうさ、いやそれはシャレにならない光景ですよ、うん、ですけどそれがそのなんかあ今日もかぐらいな感じで、うん、自分でそれに慣れてこんなことにも慣れちゃうんだっていう、あその感覚はね麻痺していくみたいな、麻痺していく、そうですね、そうあの震度3ぐらいだと慣れちゃってる感じになるじゃないですか、うんうん、だから自分がそうやって鈍化したり、うん、日常化していくような感じっていうのは、うんうん、すげえなって思いますね、そうね、生存なんていうんですか、ね、守りのあれなんですかね、体のサイクルで、なんですかね、脳がだからね僕あの海水をこう2号機ってやつだかな、なんかにやってて、海水を冷やすってね、海水をやってて、で途中でちょっとなんかあれはだから何通りも考えられるけどさ、うん、こうパトロールをしてたら目を離した隙に、うん、機械がなんか燃料切れしてしまって、うん、まあつまりメルトダウンの可能性がすごい高まってたっていうか、うん、水いってなかったっていう、うん、結構どうしてるんだ、なんかうちのかみさんがさ、うん、あのなんかこう魚焦がしちゃうのじゃわけじゃないんだからさ、うん、もう大重大なことなんだから、うん、ちゃんとやってくれよって、うん、しかも一人でやってんのかよっていうような感じだったじゃないですか、でなんかああいうのもなんか、まあ、ひょっとすると他のところでものすごいなんか爆発音とかして、うん、見に行かざるを得ないような非常に危険な状態だったのかもしれないし、うん、まあそれはいろんな解釈ができることなんだけど、うん、ある種なんかその国難のというようなさ、国難だったり、なんかその、いや、重大な事態なんだけども、その作業自体は割と日常化して、だんだんこういうふうに日常化していくような気も、はい、人間の、なんとか、を守る規制ですよね。まあ、それがないと、だって、怖すぎちゃってさ。きつすぎる。だから、あの、JCO だっけ、あの、臨海事故ってあった時に、うんうん、あの、バケツで前もう、慣れてきたんで、まあうんうん、バケツでやってる、うん、そんな危険なこと、うんうん、まあ、あの人亡くなっちゃいましたけど、うん、バケツでやってて臨界に達しちゃったっていうのってさ、うん、あのなんとかこうコントっていうか、なんかその正常な感覚では普通に考えるとありえないことじゃない、はいはいはい、うん、でもそういうことですら日常化してしまうようなさ、こうことっていうのがあんだなって、うん、まあそれはすごく恐ろしいことでもあるし、うん、人間はのなんかそういう日常化力はすごいいいなっていうような、ね、感じ、まあでもやっぱり すごいと思いますよ現場ね、はい、で僕たちはあの、まあ、東京に住んでいると、はい、もちろん揺れはね、はい、あの体験してそのことであのかなりこう
現地のと違うんだけど、うん、でもある種のリアリティを少しは持てる感じで、うんうん、で東京でこんだけなんていうのかな、僕今朝歩いてて、はい、薬局ドラッグストアがあってですね、うん、10時開店なんだけどね、うん、ものすごい列ができてんですよ、はい、薬局ですよ。なんですか。何じゃあ多分トイレットペーパーとか、俺が考えたのトイレットペーパー、北海道、あとまあ電気切れた時のね、北海道とか、あとまあ水、うん、ぐらいしか薬局なんだから、まあそうですね、ないと思うんですけど。あとデマで、あの結局役に立たないらしいけど、うん、あのなうがいの、ああイソジン、うん、あれ全然役立たないらしいですけどねそういうのかもしれないですけど、ね、あいやだからニュースとしてはいっぱいね、ツイッターとかで、はいはい、あのそういう行列のこと知ってたんだけど、はい、あこれかと思って、うんうん、なんかちょっとね、ちょっとこう慌てんなよみたいな。慌てんなよ、うん、まあ、東京無事ですからね、とりあえず東京に関して言うとね、今のところはね、だからまあそんなに生活物資がこうやってあのなんかあのガッと買いだめする人がガッと買っちゃうせいで、まあのんきな人と、うん、生活弱者って言われるような人とかが、うん、生活物資行き当たらなくなる、うん、そうですね、一時的にでも、なんのは良くないですよね、まあ、困ったことですよね、まあ、と思いますね。まあそんなにあの落ち着いて落ち着いていきましょうよっていう感じは、落ち着いていくことが一番いいんじゃないかな。まあ普通にしようよって言ってる時点で普通じゃないんだけどね、うん、まあね、でもなるべくね、はい、そういうふうにした方がいいと思います、はい、うん、あんまりシステリックに騒がない方がそうですね、うん、いいんじゃないかなと思って、うんうん、いやそう思います本当に ね、まあとはいえさ、はい、頭の中のもう僕今日締め切り、今日じゃないな、全然書けないのよ。あで書けないわ、俺も大変だった。でもツイッターとか見てると偉い人もいるわけですよ、はいはい、プロなんだと、はい、ね、で働いてちゃんと仕事をして、うん、経済を回していこうっていう非常にさ、はい、前向きというか、うん、で偉いな、俺もやんなきゃと思ってたんだけど全然できなくて、うん、まだできてないんですけどね、はい、いかんともしがたい、なんか頭の働かなさっていうか、うん、だったですね昨日の夜とか、はいはいはい、ずっと机の前にいるんですけど、うん、何にもできない何にもテレビついてたりする？テレビついてない。テレビついてるともう全然ダメですよね。うちねテレビ慣れしてないじゃないですか、はい、最近買ったばっかりですから買っていきなりこれ買おうぐらいのやつ、はいはい、それで最初はニュースをね見ようと思って見たんだけど、うん、なんか本当同じあの映像を何度も何度もこう過去の映像をね繰り返す、はい、なんか煽り立てるような映像でとてもじゃないけど見てられないやつですぐラジオ切り替えて、うん、だからもう見てないですよ、うん、なんでもっぱらラジオとインターネットで情報はね、うん、それでもこうやっぱツイッター見ちゃうんで自分でもまあやっちゃうし、はいはい、こうなんか絶え間なくこう川の流れのごとくどん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 来るんで、まあね、ツイッターだからねそれがついつい見て、はい、時に反応もし、うん、やっちゃってるんで、うん、でもそのおかげでそのさっき言ったその、レポチャリのね、うん、レポチャリなんかその落ち着いてやれることの中で、うん、できることないかなと思っててふっと思いついて、うん、いつもならあの副編の平勝さんに何でも僕は相談するんですけど、はい、独断で、ええ、もう今だっつってガーッとやっちゃったんですよね、うん、なんかやりたかったんでしょうね、はいうん、いやまあそんなあの背伸びしてね、そうしょうがないから、まあ、でもまあこの僕らのサイズのこのレポのサイズで言えば大英断っていう、ユニクロは10億15億でバーンと言ってもらって、レポはまあ10万20万でバーンといくっていうねいやでも大英断ですよ、それでいいじゃないですか、うん、まあまあでも そういうもんですよね、ね、はい、うん、まあそうですか。だからこのあのねさっきのこの SM 募金も素晴らしいアイデアだと思います、はい、ね、
それで望む人もいる。望む人もいる。M1 も喜ぶ、やりがいを感じて喜ぶし、はい、ジョーさんの命令には基本的に逆らわないけど、もう一発行くぞって言えば、はいっていう、どんどん小銭、ちゃんちゃか、100円、ちゃんちゃか、ちゃんちゃか、どんどんこう、はい、送られていくわけですから、うんうん、本当にね、かなり集まってくると思いますよ。集まってくるでしょうね。こうやって笑ってますけど、はい、いや、かなり関東一円から来ると思いますよ、猛者どもが。あ、なるほど。楽しみですね。僕も見に行きたいぐらいなんですけどね、はい、今日早川さん来てくれたんですよ、夕方ちょっと顔出してもう終わってたんですけど、はいはい、バッグの中にムチとかいっぱい入ってきましたよ。あ、そうか。こぼれんばかりに入っててそうですか。あ、やるんだなやるんだなと。あ、うん、まあでもあのみんなそれぞれにこうあれですよね、こうもやもやしたりしながらも今日集まってくれたさ、うん、あの、はいはい、執筆者の、うん、皆さんも、うん、もやもやとか しながらもみんななんかなるべく積極的にで、まあ、持ち場の中で積極的になんかやってこう行きたいなみたいな感じは、なんか非常にこうそういうか、ま、マインドみたいなのはかなりありましたよね。ありましたよ ね異常な速さで終わりましたよ。終わったね、早く終わったね。平勝の測定によるとですね、はい、実質1時間だったと。何実質ね、1時間ぐらいだったと、はい、ぐらいにみんな無駄口は叩いてましたけどね。無駄口叩いて、手はもうめっちゃ手は動いてたいう、何かをしないではいられなかったんでしょうか。もう動きすぎてもう予定した数以上に袋詰めが進んじゃってね。そう、多かったんだよね。袋詰め多かった多かった袋詰めしすぎちゃった、そうなんですよね。でしたね、で、はい、なんか聞いたらですね、あのうちは、ヤマトのメール便を使ってるんですけども、はい、まあ、北海道なんかは、はい、あの届けてはくれるんだけれども、うん、やっぱり、今ねちょっと時間の約束がしかねるということで、はい、ちょっと通常よりも長くかかると思いますけども、はい、まあ、発送いたしました。取り扱ってるところはで東北の、一部東北各県は今取り扱えないということで、お預かりしてますけれども、あのこれはあのー寒波の方じゃなくてね、チャリティーの方じゃなくて通常 の、はい、あの年間購読者とかの方ですけど、はい、落ち着き次第、送れる体制になり次第送ろうと思います、うん、で、うん、東北がですね、レポは弱いんですよ。あ、はい、それが今日はっきり分かりましたね、うん、なんで、でだけど、まあ、各県本当にいらっしゃって、はい、早く送りたいね。送れるようになるといいんですけどね。うん、まあでも本当にまだね、あの最初の地震からあれ金曜だから、金曜か、なんかものすごい時間が経ったようにも思うし、思うし、あっという間のような感じもするけれども、うん、僕やっぱショックだったのは、うん、ちょっと個人的なことになっちゃいますけどね、はい、子供がいてうちに、あで、いつもこの絵をよく描くじゃないですか、子供ね、幼稚園なんで、それがね、いつもこう虹色とかなんかこう明るい色で描くんですけど、はい、初めてですよ、黒いクレヨンだけで描いてました。でそれを見て、おっと、その日だからテレビをつけたり、やっぱりどうしても親同士でそういう会話をしてなんか。そういう雰囲気になるんじゃないですか、やっぱ察するじゃないですか、なんか大変なことになってるって、うん、それでね、黒、真っ黒いですよ、ね、あ、テレビはちょっとやめようよって、うんうん、夜中にだけにしようよみたいな話をして、でも聞いたらそういうやっぱり子供もストレスがあるんで、うん、それどっかで吐き出さないといけないっていうんで、うん、まあ、それが絵に出てるってことで、まあ、親はショックだけどね、それは必要なことなんだよと言われて、うん、なるほど。で日曜日が卒園式だったんですよ、これがまた、はい、幼稚園の、うん、親も必死の防御っていうかね、なんかもうなんていうのかな、その世界を作ってあげないといけないっていうんで、もう親もガーッ集まって、ああとかやってさ、そういうこう一種独特の緊張感の中、うん、まあ、卒園していきましたけどね、そういうこともあったんで、なんかいろんなことが急に走りたくなったりね。あ、そう、うん、やっぱりあれですか、乾燥した乾燥したっていうか、うん、そういうのもあるんでしょうけど、はい、別にさ、つまり
テレビだのニュースを見てたって、その何が自分が見てても何が変わるわけ、別に何にも参加してないわけですから、そうで、しかも不確かな情報ばっかりがどんどん流れてくるのをいちいちこう怒ったり、失望したり喜んだり、ね、しててもしょうがないなって感じになって、なんかこうふっと走りに行くかみたいな感じになるわけです。なるほど。でもすっげえ血まめがですね治りきってない血まめがあってですね、やめとくかみたいな感じで微妙に僕もある時から切っちゃったなテレビ、はい、あ、ちょっと耐えがたい感じがある、だし、まあ、例えば本当にあのなんか僕が東電の人かなんかで、水かけに行けるんだったら、あれだけど、そうなんだよね、そういうわけにもいかないわけですよね。いかない、僕にはどうにもならないことなので、そうですね、やきもきしていてもちょっとしょうがないなっていう感じが、いや、だからそういうことを踏まえ、ね、あの仕事がある人は仕事をしようよって言われるわけですけど、っていうか、ね、みんな大人の意見が出てくるって、そうだなと思うんだけど、これもできない、つまりこう微妙に、まあ、暇じゃないんだけど微妙にやることがないっていうか、呆然としているって感じでしたね、なるべく電気も消すしね、僕本読んでました、だから、僕も霞さんの本読んでたんですよ僕あの坂口安吾を読んでましたね、読んでたんだけど、それもね、僕あんまり集中できなかったな、なんかダメなんですよね、チラチラっとこうパソコンの電源落とさないもん、テレビは消しても、ネットは一応こういつでも見られる風になってるんで、見ちゃうんですね、そうなると、あとあのすごいちっちゃな話していいですかいいですよ、あのいいですよ、うちのおかずが良くなったんですよ、あの冷蔵庫がさ使えなくなるかもしれないじゃん、秘蔵のあのおかずがねこんないいホタテあったんだとか出てきましたか、出てくるんですよ、妻がどんどん出してくる、もう行くしかないと、もう悪くしちゃってもしょうがないっていうことで、うちのおかずが良くなったんですよ、うちはおかずはあんま変わりませんでしたけど、まずこう米をガンガン炊きましたね、炊きましたか、で土鍋でいつも炊くんですけど、これは常に豊富にあるわけですよ、大量に炊いといて、ちょっと温めて食べると、こうちょっと小腹が減るとこうちょっとこう米だけ食うとかね、そういうことをやってました、ね、まあ、非常事態な感じですかね、それもね、非常時に備えてみたいな感じですよね、感じですよね、まあ、そんなね、そうだからやっぱりいつもに比べて違うのは圧倒的に家の中にいましたね、そうですね家の中にいた、タモリさんなんかどうしてんでしょうね、いやー、そうですね、まあご自宅にいらっしゃるでしょうけどね、急にオフになってるわけじゃないですか、しかも、そうか何十年とやってきた頃、体のリズムがね、いやだからみんな調子狂っちゃってる人いっぱいいると思うんですよね、あ、そうですね、まあだけどな、この話題本当だからやっていくとさ、どんどんさ元気がなくなっちゃう感じがするので、でもそう、この話題で、ね、こう弾けた人が、そうですね、だから僕と榎田さんで話してても、現場の話が出にくいじゃん、家の中の話ばっかりさっかりしてますけど、そうですねやっぱりもっとリアルなところを体験した人を今日ゲストでお呼びしてますんで、ここで呼びましょうか、じゃあ和田ちゃん、はい、入っていただきます、僕でいいですか、あ、いいです、では、はい、じゃあお邪魔します。どうです、和田さんです。どうもです。どうもです。和田さん。テンションが低い。いや、テンション低めですか、今日は。今日なんかネガな感じ。そうですか。笑顔でネガ。レポでも、はい、この間は歌声喫茶、はい、その前は、コンビニで働いてみた、はい、見たっていうか働いてますと、見てると。で、3号目はなんかあの、記念写真っていうんですか、なんか贅沢をする、贅沢をする、はい、というまあことをやって、まあすごいあの大変人気のある、人気あるんですか、和田さんですけど、はい、ありがとうございます、はい、
和田さんはコンビニで実際に働いてもいらっしゃるわけで、はいはいはい、まあ、本職としては音楽ライターなんですが、はい、コンビニはどうだったのかとかですね、コンビニはどうか、はい、そもそも地震の時和田さん、和田ちゃんはどうしてたのどうしてたんっていうあたりから、まあ、はい、地震の時どうしてたんっていうあたりからお願いします。どうしてたんは、はい、いつもはそうやって家にいるか、はい、コンビニにいるかなのに、家にいるかコンビニにいるかなのに、その日に限って、はい、東京駅八重洲口の高層ビルにいたんですよ。で何階23階にいて、いや、まあ、それは揺れましたね。すごい揺れて、はい、最初会議してたんですよ。そこ会議室のフロアで、全部会議室があるところで、はい、で会議してて、何の会議？会議、まあ、売り込みみたいな、こう編集者と私とレコード会社の人とかとで、はいはい、こう雑誌に対してこう売り込みみたいなのしてて、はいはい、こう結構話が佳境に入ってきたなみたいな時に、はい、あれなんか揺れてきたわみたいな感じで、はい、ただだんだんこうビルだからやっぱりなのか、とにかく最初はこうなんかちっちゃかったから、まあ、みんなもそうだったのかもしれないんですけど、だんだんちょっと大きくなってきて、はいはい、でーみたいになって、みんなバーって立ち上がったら、その編集者の人はすごい冷静で、机の下に入ってくださいって命令されて、もうみんな従順に4、50の女男がブワーみたいに机の下に入って、そこで牧羊犬みたいな人と羊って分かれますよね。そう、入ってもう本当に結構その会議室の大きな机の下にみんなでも入ったら、はい、入ったぐらいからものすごい揺れてきて、で2年ぐらい前にできた新しいビルなのに、ものすごいミシ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 言って、そこら中がで、窓のところブラインドが全部こう窓が二重になってて、その間みたいなところにブラインドがあって、はい、それがバンバン窓に当たって、ものだから、なんかビルが壊れるっていうより、なんか窓が割れて落ちていくんじゃないかっていうようなこう恐怖感があって、あ、そうって高層ビルだと。そうなんですか、うん、はい、じゃあなんかすごい怖くて、でもそれが15分ぐらいずっと揺れてるんですよ。だから、はい、こう多分長周期地震みたいになってしまって、うん、多分下は多分もう止まってただろうけど、うん、上の方だけは多分、まあ、そうですよ ね、うん、ね、揺れてる、ずっと揺れてますね。あ、今まさに揺れてる。あ、来てる来てる、あ、あ、来たすごいリアリティ。いや、でもまあ、あ、揺れてる、結構長い。最大震度5弱。うん、あ、港区の推定震度は3です。あ、港区推定震度3、まだ揺れてる。しかも山梨県と富士五湖でマグニチュード5.8。山梨ってなってんだ。山梨なってますね、緊急地震速報で。うわ、日本中ですね。てか東日本中ですね。いやいやいや、そんな揺れてる話をしたところで呼んでしまった、ごめんなさい。いやいやいや、そう、それで、そのまあでもなんとか収まりそうですね。そうですね。怖、わぁ、ほんと揺れてる。大丈夫ですか、岩田さん。そう、でもこんな感じで揺れてても、でも自分もずっと永遠に揺れてる気しません？うん、なんかね、うん、今、俺なんかめまいしてんのか、そう、わかんないんですよね。俺ちょっと風邪気味だったんで、うん、なんだか疲れてんのか、風邪なのか、地震なのか、わからないですよね。そうだ、一年中、みんなにすぐ、揺れてる？すぐこう聞いてしまうみたいな。で、まあその時の地震の時は15分ぐらいあって揺れてやっと収まったけど、やっぱすごい相当に怖かったらしくて、お腹に来ちゃって、でおトイレに行ったんですよ。でいたらまた余震がすごいのに来ちゃって、もうまたそれがもうさらに怖くて、一人だし、どうしたらいいか分かんないっていう感じぐらい、もう本当泣きそうとか泣いて、うん、でもトイレから出れないし、うん、もうすごい雲なんか、うん、っていうかも、はい、もう自撮りぐちゃぐちゃみたいな、はい、思った感じで、はい、まあそれでもなんとかまあ出てきて、でもそっから結構館内放送でこのビルは耐震で大丈夫ですよみたいなのずっと言ってくれて、うん、それがすごい結構安心感で、やっぱ何にもないとこう情報も遮断されてるから、まあね、まあ、じゃあ八重洲だし、はい、ここにいてもしょうがないから、あ、降りても怖いからここにしばらくいようって言って、うん、それから4時間ぐらいいましたね、でその間にそのお台場の火事の煙もすごい見えたし、うん、あと市原のコンビナートの爆発するのが見えたんですよ。ポンと音もして、火柱がガーッと上がって、それは怖いね。こんなに怖くなってしまって、はいはい、でもうすごい怖いから、まあ、ずっとここにいるのはもう不可能だよ。でもいいって言われたんですけど、うん、
まあ、ここにずっといるのは不可能だよねっていうことになって、で一緒にいた一人の人の友人が渋谷に家があると、うん、とりあえずじゃあそこまで行ったらなんとかなるかもしれないから、うん、そこまで行こうって言って、まあ、歩き始めて、うん、階段まず23階降りて、そうだね、それが結構ビル高層や新しい高層ビルって結構やっぱ天井が高いからなのか階段が長いんですよ。だからなんか普通の2階分ぐらい1階があるような感じで、はいはい、1.5 階分ぐらいあるのかな、はい、だからもう足が本当にパンパンになるぐらいの感じで、はい、でも途中何回も休みながら、うん、でももう本当にみんなそうやって降りて、あと一回逃げた人がまた上がってきたりもしてて、そうですか、そう階段がこんなに人がいることはもちろんないよねって言いながら、上がってくる人は何なの、結局そのもうビルに泊まるんですよ、帰れないから。そういう人も結構いらして、それが夜7時ぐらい、そうそう、まあでもそこのさ移動するのか、うん、降りるのか、うん、そう決断ができないんですよ。だからそこは難しい判断だよね。だって本当にまだ余震続いてるわけだし、そうそう、だから下手に降りて大丈夫、もちろん電車が止まってることはツイッターとか見てて分かったんですけど、うん、どっちがいいのか正しいのかで、うん、最初はじゃあ家まで歩こうかとかも考えて、でもそうするとものすごい時間かかるなとか、うん、私次の日がバイトだったから、そんな状態でも明日バイトに行かなきゃなんないかと思うんだ、思うの絶対的に、火柱見てるのに、火柱見てるのに明日バイトあるからさっていう、そればっかり言ってて、なんかわけもなく明日バイトに行かなきゃいけないっていう、もう義務感みたいになっていて、だから何があってもここは出たいなみたいになって、まあ、それでなんか結局まあそんなこんなでじゃあ降りようっていうことで、はい、3人でレコード会社の人と買ったと3人男1人女2人で、でまあ降りていって、編集部の人は結局上に残ったんですよ、はいはい、それで3人で降りて、で東京駅からずっと歩きました、はい、うん、でしたらやっぱりすごい、もう7時ぐらいだからちょうどみんなやっぱ帰る時で、もうほんとすごい道路はもう、でも誰も別に何にももう当たり前のように歩いていて、いやそこすごかったよね、うん、みんなその誰一人何にも、うん、で結構北風が急にあの日夕方が強くなってすごい寒くて、うん、OL の人がよりにもよって今日こんな風が吹かなくてもいいのにねなんて、でも意外にのんきそうに歩いてるんですよ、うん、それで、はいはい、うん、あ、そう、それぐらいで、あとみんな別に何にも普通に歩いて、うん、まあ、結果的に本当にあのすごいパニックとかなっちゃわないで、うんうん、みんながある種のなんかそういうのんびり感もありながら対応したっていうか、うんうん、まあ、その冷静っていうことじゃないけど、ね、うん、みんなざわざわしてんだけど、うんうん、でもまあそう割と、ね、コンビニもよかったね、何にもない売ってない、何回も寄ったんですけど、はい、何にも売ってなくて、はい、で私帽子が欲しかったんで、その日に限って帽子を持ってなくて、かぶり寒いから帽子買いたいなってコンビニ何回も入ったけど、まあ、もちろんなくて、はい、でいや私の働いてるコンビニにあるのにと思ってなんてそんなことも思ったり、そんなことも思ったりし、品揃えとか、あ、品揃え なってないなとか、なってないなとかそんなこと思いますか、そんなこと思ったりしながら、はい、まあ諦めてずっと歩いて、うん、で最初そうだ六本木ミッドタウンでちょっと休んで、はい、でもそこでお茶も飲めたんですよ、お茶も飲んで、でそれからまた歩いて、青山一丁目まで行ったらおまわりさんたちがいて、で地下鉄動き始めましたって言われたから、じゃあとりあえず行ってみようって言って行ったら、本当に銀座線がちょうど動き出したところで、ちょうど動き出したばかりだったから、まだあんまり、まあ、混んでたけどそんなにバカ混みではなくて乗れて、で結局渋谷まで乗れて、でそこからその友達の友達の家まで行って、はいはい、ま、でそこからまた家まで帰ろうと本当は思ってたんですけど、はい、まあ、結局道路とか見たらもう全くすごいし、バスは大混雑してるし、夜11時あ12時ぐらい一回バスを見に行ったんですけど、もう入り口のステップまで人が乗っていて、もう全然乗れないから、もう諦めようって、もう今日は泊まろうって言って、そのうちで雑魚寝させてもらって、で一晩を過ごしたんですけど、結局まあ、ね、余震もねずっとあったし、私ずっとお腹も痛くて、でもう全くそのまま一睡もできないで、朝になって、で夜の間中は、もう明日働くのはもう絶対こんな体なんだから、
もう死んじゃう無理だなと思ってた、うん、ツイッター僕見てて和田さんのツイッターで家帰ってすぐにバイトがあるみたいな、そうそう、7時に渋谷のその友人の家を出て、はい、バスに乗って、で家に着いたのが8時だったんですよ。8時45分に家出てバイトに行ったんです、結構行った。それは何なんですかね。あの、いや僕ね、あのだから電車あの帰宅難民、最初日に帰宅難民な状態ってなって、うん、あのなんかあのなんだベストセラーになった、うんうん、あのなんだ帰宅ま、ま、なんだっけな、あマップみたいな、マップみたいなやつあったじゃん、うんうん、あれの現実はこれなんだってびっくりしたわけじゃん、うんうん、その後出社難民っていうか、うん、はいはい、出勤難民みたいな、うんうん、翌日月曜日、うんうん、月曜日じゃん、翌々月か、うんうん、になってなったりしたじゃないですか、うんうん、でみんなこんなに交通機関もわかんないし、うん、どうなるかわかんない、しかもなんかあの原発もそう月曜日の時点ではな、うんうん、いろんなニュースになってるわけじゃない、うんうん、なんで行くんだっていうさ会社にさ、ね、そうですよね、っていう感じも、うんうん、でもまあでもその自分の日常をちゃんとやりきるのでやるっていうような感じはさ、うんうん、まあ好ましい感じはあるんだけど、うんうん、でもそんなあんただってくたくたで帰宅難民でくたくた帰ってきて8時もうなんていうかあのプールで泳いでこうあのタッチしてすぐ戻る、またまたこう平泳ぎに変えていくみたいな感じじゃない、バイト、すぐバイト、なんか知らないけどなんか行っちゃったんですよ。もう行くつもりあんまなかったのに、なんか行っちゃったんですよ。で行ったらなんかとりあえずね行って帰らせてくれって言おうかなと思ったんだ。それで行ってとりあえずマダムここに帰、まあ1号目に帰ったんですけど、マダム店長っていう、こうマダムっぽい店長がいて、マダムに昨日実は朝帰ってきたんだって言って、でもしできたら誰か代わってもらえることできるかなって言ったんですよ。そうだ、うん、そうだ、そうだ、思い出した、そうだ、だけどしたら誰も代われないわねって言ってで、と思ったら、でも多分今日は こんなだ、昨日の夜はすごかったと、みんな帰宅難民で遅く帰ってきて、はい、で物みんな売れちゃったから今日売るものないから、うん、誰も来ないから、お客さんが、うん、だからあのみんな朝発注作業をやんなきゃいけないんですよ、朝、うん、パートのおばちゃんたちが次の日にの注文の品を、はい、で発注が今物がないから発注作業をやるのがすごく大切だから、うん、それが終わったら和田さん帰っていいわって言われたから、あ、じゃあ小1時間で帰れるなと思う、そうだ最初そう思ったんだ、それで、あ、じゃあやりますって言って、もうすぐもう最初ドロドロで、あ、しゃあせーみたいにやってたんですよ、はいはい、ところが、はい、マダムの読みとは真逆に、みんなもう焦って、はい、もうそこから買い占めが始まった。生活物資を抑えよう、何を買いに来たんですかみんな。その日はでもすぐやっぱ食べるもの、多分食べ火を使いたくないっていう感じで、なお弁当とか当、でも最初まだお弁当入るのは10時過ぎぐらいだからまだなくて、パンですかね、パンもあんまりなかったんですよね、はい、もうでもカップヌードルとなんかお惣菜とかも結構今売ってるじゃないですか、はい、いろいろレトルト系の、はい、みんなそういうものをすっごい買いに来て、はいはい、でカップヌードとかやっぱ最初からすごい買ってましたよね、それで、で10時過ぎになるとお弁当入ってくるから、はい、それもみんな、 あとは私フライヤーの装置の担当なんですけど、はい、ごめんなさい、リアルで、その日にフライヤーそうで、いつも油のこう鮮度をチェックするんですよ紙で、はい、そしたらパッて見たら変えなきゃいけないようになってて、なってて前の日にだからみんなすごい売れたから、そのみんな帰宅難民で帰ってきたらお弁当とかもみんな売り切れてたから、うん、フライヤーの商品はみんな死ぬほど買ったんですって、うん、コロッケとかフライドチキンとか、うん、だから油めっちゃ汚れてて、そんなボロボロなんで油買えるかみたいな、買えるのボロボロなんで油買えの、洗いの、で食べて、レジやりーので、でもあんまりもそれで普段の何十倍も忙しかったらだんだんハイテンションになってくるんだそ、はい、したらなんかもうそっからもう訳も分かんなくなっちゃって、なんとそっからもう1時ぐらいまで夢中に働きました。8時から1時、あ、9時、9時、あ、9時から1時、1時、4時間ですね、4時間、うん、うん、あのこれは偉いことだぞってお客さんの殺到ぶりを見て思い出したのは9時スタートで何分ぐらいですか最初、大丈夫ですか、ごめんなさい、9時半ぐらいは大丈夫でお茶をもらってもいいですか、お茶すいませんすいません、その油やってる頃はそんなでもなかったんですけど、はい、あ、そのお弁当が10時過ぎに来て、
それが全く叩く間に売れちゃったんですよ、一瞬で。どんぐらい、どんぐらい、どんぐらいだろう。なんか来た人が、ね、だから普通だったらみんな1個とか2個買っていくじゃないですか、はい、ありがとうございます。それをこうみんななんていうの、家族分とか。そうだったんですか。いや、まあお正月とかもみんなそういうふうに買ってるんだけど、はい、とにかく数を買っていっちゃうし、お弁当だけじゃなくてもその一緒にそのカップヌードルとか、あとみんな最初電池とかもすごい買っちゃいましたよね、やっぱり、うん、あの多分あのみんな、僕も疑問だ、うんうん、皆さんも疑問、あの見てらっしゃる方も疑問と思うんですけど、うんうん、今コンビニとかスーパー行くと、うんうん、パンもないしお弁当とかもガラーンとしてるし、うんうん、あれは何、なんでなの、その結局車来ないの、その。いや来てます。だ結局その元のところか、その配送の工場とか、あと配送センターみたいなところが多分延滞してたりとか、なんか一応中発注はかけてもその全部は入ってこないんですよ、ね、物が来ないんですか、お店小売店に。そうなんですよ。だけどうちの店は意外と、ベストセラーを発注かけても来ないみたいな感じ。でもなんかね、マダムがベストセラーを発注かけても来ないみたいな感じが、来ないっていうか、でもマダムがこの間ポロッと、あ月曜日も働いたんですけど、はい、その時になんか意外なものが来ないのよね、何ですかって言ったら、なんだっけ、タバスコなんかあれとか来ないとか、なんじゃそれはとか言ってて、はい、なんかそういう意外なものもなんかの配送の加減で来なかったりとか、はい、うん、なんか何が来ないとか来るとかよくわかんないんですよ、実際。でも毎日は来てるわけじゃないんでしょ、あの例えばクッパンが毎日。あ、毎日来てますよ、もち1日2回来るんですよ。え、今も来てんの。あ、来てますよ。来てんだけど、その、そうなんです、またさらになくなってるってこと。だから今まだなんかみんなの、だから、うん、いつ行ってもさ棚にないからすぐ出ちゃうんですよ。つまり、いや僕らは、うん、いつ行ってもないから、うん、最初に買って、あともう、うん、物物資が入ってきてなくて、そんなこと全然ないですよ、ないのかなぐらいで。ちゃんと午後にはお惣菜の瓶も来て、お惣菜とかそういうこういろんなこうちょっとしたものとかも来てる。毎日来てんの。毎日来てますよ。毎日売れてんの。毎日売れてるんです。だから、ま、全然入ってこないっていうのは嘘で。嘘なんだ。そう、ちゃんと入ってきてるんですよ、はい、コンビニには、はい、とりあえずなんか水も何でも入ってる。水はね、さすがに来てないかな。水来てない、とりあえず今は、はい、うん、カップ麺は、カップ麺はね、月曜日なんかマダムが置くから、なんか2箱ぐらいなんか嬉しそうに出してきてたから秘蔵なんですか、マダム秘蔵かもしれないで。でもあんまりトラックなんかで、はい、その供給は来てない。いや、もしかしたら今日あったら来たかもしれないですね。私今日行ってない。あとなんだ、こうそういうで言うと、ないもの、品薄、何トイレットペーパー。そう、トイレットペーパーとかは意外、あでもうちの店はまだありましたね。4個入りの小さいやつとかはね、そういうのしかコンビニはないです。それは供給は来てる、トイレットペーパー。供給は来てないですね。来てない、うん、供給来てるけど濡れてるのはお弁当。そうです、お弁当とか、だから菓子パン類、ああい こうすぐ賞味期限が切れるようなものが毎日来て、とにかく毎日お惣菜も毎日来てるんですよ、ちゃんと。賞味期限が短いもの。そう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 、その日のうちとか次の日ぐらいのやつは、お弁当もちゃんと結構来て、まあおにぎりも来てるんですよ。だからそうなんですか、うん、もうおにぎりとか全然見たことないから来てます。最初に売れちゃった後もう二度と来ないんだって思ってた。そっか、来てます。で最初の日、土曜日の時点ではなんかあの肉まんとかも来てなかったんですけど、はいはい、月曜日にはもう来ました。肉まんとかあんまんとかも入れました、蒸し器に。今はこうコンビニのお店の側の人として、うんうんうん、この事態とかで、うん、これなんかこう思うところないですか。なんか、はい、それやっぱコンビニ、ただみんな買い物にただ来るだけじゃなくて、はい、多分コンビニに買い物来るのって単身者の人とか年、お年寄りの人とか多くて、うんうんうん、怖いんですよね、みんな。だからすっごい話しかけてきますね、うんうんうん、あ、そうか。だから全然普段こう話とかしてかけてこないような、こう普通の30代ぐらいのサラリーマンの人とかが、うん、ベラベラ話してくるんですよ。どんなこと言う。だから怖い、まず前第一声は怖いわよね、怖いですよねって。それであと、あとやっぱりその入ってくるのかがやっぱり心配だから、はい、お弁当いつ入ってくるんですかっていうのはやっぱりすごい聞かれますよね、はい、あとなんか一人の人は家のガラスを入れるのが怖いから、うん、お湯汲みに来ていいですかって言われましたけど。そうですか、うん、カップヌードルにこう買っていっぱい買うけど、家ではガラス沸かしたくないとか言って、例えばでも怖いわよねとか、うんうん、怖いねとか言うと何て返してあげるんですか、うん、
怖いですねって、まあ、まあそうしかないか、そうしかない、いい天気ですね、いい天気だねっていうみたいな感じ、もう本当なんか日常の会話になっちゃってますよね。ああそれ怖いね、うん、怖いねもう、あと、あとみんな倒れたって聞きますね。あ倒れた、あ棚が大丈夫、そうそうそう、割れたとか倒れたとか聞かれる。倒れたんですか。倒れた、それがうちは、私はこの月曜日働いた時もすごく結構大きめの余震が来て、はい、その倒れそうなのって結局酒瓶の並んでる棚なんですよね。だからそこだけみんなでパートのこち4人ぐらいでガッとこう、あそうなの、手でこうみんなでこう、でもみんな立ってらんないぐらいのさ揺れだったんで、この間もそれでね防いだ、私はいなかった時にそれで防いだって言ってました、はい、おばちゃんすごいね、で一本も割れなかったって言って、そう結構うちのおばちゃんたちはすごいなと思って、そうですか、うん、そう、そんな喋っちゃいましたいっぱい、毎日こうなんかニュースとか見ててどうです、かなり随分さ、うん、ニュースに関してはあのなんか和田さんつぶやいてらっしゃいますけども、私はすぐネガティブになりがちなので、はい、常に最悪な状態をねいつも想像してなんか逃げることばかり考えて、はい、でも逃げるのに、あでもバイトで戻ってこなきゃいけないなってまた考えて、いやそのね、そんな人なのに8時に帰って8時45分に出る、そう、ね、逃げるのにまた戻ってこようって、何ですかね、何でしょうね、だからすごい小心者なのにバイトに関してだけはなんか妙に強気みたいな強気なのかな、分かんないですね、はい、なんかやる気があるか、ね、何でしょうね、はい、まあ、でもだけは絶対約束は守りたいみたいな感じじゃないですか、そうですね、なんかそこ崩れたら自分ダメみたいな、はい、なんだろう、なんだろう、なんかわかんない、でもそういう心理なんだと思いますよ、あの、うん、会社に、あ、そうですね、どんな大変でも会社に行くとか、うんうん、まあ僕もなあのいや本当これどう世の中どうなっちゃうんだろうと思いながら原稿ちゃんと締め切り守ったりしますもん、うん、そういうやつですね、なんかそれでみんななんか社会を支え合ってるようなね、うん、空気感なんじゃないかな、超非現実的なところに今いるのに、はい、すごい超現実的な自分はいるっていうか、なんかよくわかんないんですけど、いやでもみんなそういうふうにみんな思いながら暮らしてんだよ、そうですね、そう思いますよ、なんかそれをこううまくこうバランス取れないんだけど、うん、取ろうと必死になってるみたいな、ね、本当にそうですよね、うん、いやその空気感を見事に和田さんが捉えてくれました、体現してますか、ありがとうございます、ありがとうございました、いや、まあ、皆さん、じゃあ、トロさん、はい、持ってきていただきます、はい、すいません、ありがとうございました、お騒がせしました、和田さんでした、ありがとうございます、いや、揺れましたね、さっき揺れましたね、静岡だそうです、静岡ですか、でマグニチュード 6.0、 わ割と大きいね、6.0 浅い10キロぐらいのところです、なんですよ、そ静岡ですか、関西も揺れたっていうことで、いやなんかね、その、まあ、僕も全然素人なんで分かりませんけれども、うん、あの最初東北でね、はい、始まって長野行って新潟の方も行って、でなんかその地質学的にって言ったかな、なんかそのプレートの状態をね、うん、まあまあ見えないから想像する、専門家が想像するにバランス悪いよと、うんうんうん、もう一発あるよみたいなことはまあ早い時期から言われてて、まあそれがこれだったのかわかんないですけどね、まだあるのかわかんないですけど、うんね、とにかく、全然こう本当 ING で続いてるっていうことだけは間違いない。うんうん、ことなんで、あすみません、あ僕いいです、すみません、なんかなんだろうね、あの今の和田さんの話聞いてても思ったけど、本当こうふわふわしたこうあの感じと、うん、でもやっぱり地に足つけねえといかんみたいなところで、うんうん、やっぱりあのまあ会社員だったらば、やっぱその会社っていうのは相当やっぱり強力な一つの地盤になるわけじゃないですか、そうですね、そこに行くことで、うん、なんかやっぱり正常な状態っていうかな、ある種それを異常な中で、異常な世の中の中で、うん、なんとか踏ん張るっていうところで、満員だろうとなんだろうと行くのだというね、うんうん、あのちょっと羨ましいところもあるようなね、うん、まあね、僕らなんか何もないじゃないですか、そんなの、まあ、原稿の締め切り守るぐらいですよそれもできないよ俺みたいなあってなのかなと思って、うん、僕もあのやっぱり不思議は不思議だったんですよ、うん、あの不思議でしたよね、不思議です、東京のあの地震の後の日常をみんな一生懸命
日常をちゃんとやろう、やりきろうというか。そうですね。だってすごいな、駅すごいある。朝とかでもさ、もうね、僕国分寺なんですけど、はい、国分寺をこう上空から見たような写真が、すごかったね。すごい行列ですね。でもまあその普通のことをちゃんとやるのだっていう感じですね。なんだよね。30分遅れようが1時間遅れようが、うん、とにかく行くんだと、うん、いうことなんですよ、うん、だから、それはだからなんかこうもっと僕が子供だったら、高校生ぐらいとかだったら、笑っちゃうっていう感じだったと思うんだけど、今の年になるとさ、それは好ましいことだっていうか、こうすごく分かるなっていうか、ね、分かるなっていう感じがしますよね、うん、しますね。本当にね、あ、こういうこと、でも急になんかこういうことで日常がクローズアップされたりして、うん、そうですねっていう気持ち悪さも一方であります、はい、僕なんかはなんか日本すごいとか、うん、日本人偉いとか、世界が褒めてる日本とか、うん、そんなどうでもいいようなところで、まあなんていうのかな、まあガス抜きなんでしょうけれども、うん、こうなんかみんなでこうやったみたいな、こうなんだろうね、ちょっと熱くなるみたいなね、うん、泣きましたとかね、はい、でそういうのもわかるんですけども、はい、まあでもそれはそれでまた異常な事態であってね。そうですね、うん、やっぱりそんなこともせずに朝黙って家を出て会社に向かうお父さんみたいなのが、はい、ね、なんか まあ偉いっていうか、なんていうか、なんかこう、ああ日本そうだなみたいな感じ、はい、うん、ですね。なるほどね、うん、どうですか榎本さんは。でもさっきあのちょっと始まる前とかね話してて、うん、あんまりこう深刻な事態の中で、うん、しかし深刻さにすごいこう激しい差がある、うん、いや、本当に、うん、そうそう、僕ら今さっき言ってたのは、僕らの暮らしてる例えば東京的な日常の話 で被災地のリアリティは全く違うはずなんですよ。決まってますしね、違うから、うん、その僕らが今想像する現場で、ね、あ大変だなと言ってるのと現場と全然違うはずなんですよ、うん、だからその大変だなって思うことに、なんていうかな、感情的なね、うんうん、そういうものにこう興奮してなんか行動するとか、うん、一枚とかね、うん、そういうのは多分、まあ、迷惑っていうか全然違うので、いや、そうですよね。こっちの東京を持ち込んだって、うん、いや、まあ、本当にそうです、うん、そうですよね、うん、だからある意味見守りつつ、でもその外部からでしかできないこともまた何かあるのだとすれば、うんうんうん、それは何だろうというあたりでね、こう考えていくっていう、真面目になっちゃいますね、ついつい。まあね、うん、まあでもこうとにかくこう明るい、なるべく明るいものとか、うん、あのまあ僕らはほらだってそういうことがさ、なんかそうだもんね、原稿で笑ってもらうとかさ、うん、いうのをずっとやっていきたい。そう、今更急にさ正義の人みたいになってもさ、うん、それ違うんで、はい、それぞれのこう、うん、ね、まあそのなんかね、そういう自分の持ってる、うん、持ち味とかをなるべくこう世の中に出してお役に立てればいいけど ね、 なんてね、そうですよね。まあそれぞれ本当あの見てらっしゃる方も、僕もそうですけどね、あの親戚、僕親父の方が東北の出身なんで、はい、いっぱいいますし、はい、友達なんかもいっぱいいて連絡取れなかったりとかありますけど、でも、ね、そこでこうギャーギャー言ってもさ、あの何が変わるわけでもないので、いや、はいはい、と思ってますね。ちょっとあの、このままだと多分忘れちゃうと思うので、あの一周飲みましたけども、前回私がいなかったせいで一周飲みましたけども、先々週お約束したこの榎本さんの本のプレゼン ト、 プレゼント、当選者発表をしたいと思います。武井恵さん、武井恵さんです、おめでとうございます。ありがとうございます。このようにサインをさせていただきました。もう入ってますね、はい、あの送りますんで、ぜひ読んでください。どうもありがとうございます。それと私からちょっと今日ね、はい、もうプレゼントあります、はい、この本なんですけど、はい、これまた1名様に、プレゼントしたいと思います、はい、タイトルは駅長さん、これ以上先には行けないですかっていう、何かに似たようなちょっとタイトルですね。、はい、こういうものが出たんですが、う
これが本屋にこう配本されて並ぶ予定だった日に地震が来ましてですね、これ今あの Amazon でも買えませんし、要するに行き渡ってないんですよ、多分ほとんどあのどこでも買えないと思いますんで、あまりにもそれは悲しいんで私にとって、ここで表紙を出させていただく代わりにあのこの本をね、1名様プレゼントしますので、またメールであの本くれと、北尾の本みたいな感じで、送ってください。来週発表させていただきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、もうあっという間にまた、いや、もうすぐですね。いや、参ったな。今日、柳生さん、はい、例えば、ゲンチャリで来ましたね。ゲンチャリで来て、ちょっと一回 TBS、中抜けで TBS に行って、で戻ってきたんですよ。レポで発送作業を TBS、レポ TV。レポ2回ってことですね。レポ2回ですね。レポで、サンドイッチ状態みたいなやつなんですけど、ね、あのね、やっぱり交通状況読めないんで、時間読めるでしょう、だから 50cc のバイクで寒かったもうなんか指先そりゃそうですよね。この人は浅草の方に住んでますから、遠いんですよね。今日はでもあの結構人がいっぱい来てますけど、あの他に出たい人出たい僕はあのじゃあ僕は上がりますそうですね、ありがとうございましたじゃあお疲れ様です。あ、じゃあカルスじゃあ、カヨス、こっちに回ってきてもらえると。あ、違うか、前を。はい、はい、はい。野口一郎さんでした。ヤブ君、先週もあの僕がいないときに、はい、出てくれて、今日も、はい、発送作業が終わってからも、はい、居残りというか、はい、まあ、ずっと、飯食ったり、はい、みんなと遊んでただけですけど ね、そうですね、はい、ずっとやっぱり会話の中心は地震でしたね。そうですね、あの和田さんもそうなんですけど、僕も一人暮らしで、やっぱちょっと寂しいんですよね、あの一人暮らしで、はいはいはい、地震で部屋にいてもね、で何もできないんですよやっぱり、うんうん、そうだろうな、はい、でなんか落ち着きましたね今日、ほっとしました。あの、ほっとしましたか。はい、レポの作業とかして、今日は大津畑さんも三鷹からチャリで、はい、そうですね、来たし、なんかやっぱりこうここ一番の交通手段をみんな駆使して、そうですね、カロスはいつものチャリ、いつも自転車ですね、チャリですね、はい、チャリがやっぱり便利ですか。便利です。都内は僕一昨日板橋から国立までチャリで行きましたね。ああ、はい、僕ね昨日うちにいたらうちの奥さんが散、まあ散歩行くことにしたんですけどね、はい、天気もいいし、チャリンコ屋に連れて行かれたんですよ、はい、買えと、はいはい、それでさ、まあ、買えって言われてもさ、いや買っても俺乗らねえもんって言うんだけど、はい、でもまあ言ってる意味は分かる、はい、分かる、非常の時に、うん、でも非常の時が過ぎたら俺乗らねえもんここでなんか俺のこうまたケチンボ精神が出てきて、はい、そんなもんのために何万円も使いたくないもんって、はい、でこう、いや安いのもあるとかです、うん、安いのほどなんかこういざという時ダメそうなんで、ダメですよね、すごい重たかったりして、はい、どうせならいいの欲しいもんってなって、うん、結局買わなかったんですけど、はい、結構やっぱ自転車もにぎわってて、はい、やっぱりみんなあの6時間ぐらいかけて皆さん帰られたじゃないですか。あの日自転車がいっぱい売れたっていうね、大変だったのね。僕のあの今日し知り合いのデザイナーがね、はい、取った行動を聞いてたまげたんですけど、やっぱあのさっきの和田さんじゃないけど、はい、コンビニバイト行かなきゃってあるじゃないですか、はい、あので知り合いのデザイナーはですね町田に住んでて、はい、でまあ本を作って、はい、その表紙のデザインとかして、ね、どうしてもそれをチェックしなくちゃいけない、はい、まあどうしてもじゃないの、一応そういう予定だったんで、うん、それがあの世田谷の共同ってところでね、はい、まあ、はい、行く、はい、走ったと、はい、町田からだよランニングですよ、マラソン出るよみたいな感じで走って見に行って、それでまあね仕事をして、はい、まあ、帰りはどうしたか分かんないけど、だけどささっき話したんだけど、そうやってまあやるべきことをやると、はい、で編集がそれを受けてまたやるべきことをやる、はい、だけどもさそれを本にするためには印刷屋さんとか製本屋さんとか、うん、そして最終的に書店みたいなとこ、はい、だから印刷屋とかもさすごいこう今あのぐちゃぐちゃになってるわけで、はい、多分予定通りにはいかないんだ、うん、いかないんだと薄々分かりつつも、はい、でもやっぱり自分の
プロとしてのっていうか、うん、自分のやっぱり頼まれた仕事をちゃんとやるっていう意識が、うん、町田から共同までを走らせたわけですね。走らせたわけ、普段走らないのっていう。やっぱなんかさ、そういうのってすごいなと思うね、うん、その責任感というか、うんうん、でそれをその日本人はとか言ってさ、うん、まあ、一括りに、はい、したらなんか見えてこない、その個々の人のやっぱり職業意識とかさ、うん、なんかこう何を大事にしてるかみたいなところが非常にレポとしては非常に面白いというか、はい、興味深い、はい、うん、何が優先順位なんだってわりかしこう、うん、そういうこういう時期には見えてきたりするし、自分のことも分かったりするんでね、なんかね、さっき揺れた時にもやっぱり慣れですかね。慣れですね。みんなあまり表情を変えずに、うん、どれぐらいだみたいな雰囲気だったよね。うん、で東京でも、でも港区で3とか、うん、見たね、うん。でもやっぱりこう明らかに慣れ、体がいくつぐらいかなとか、どれぐらい続くのかなみたいなのを、はい、なんかもう予想し始めてるっていうか、そんな気配がありますよね。うん、どうしますか、君はもうすぐメキシコに逃げちゃうんだよね。はい、そうですね。僕はちょっとまあ取材で3月31日からメキシコに行くので、うん、微妙な時期ですね。はい、微妙ですね。果たしてその時どうなってるのか一番予測がつかない時期なんですけど、成田発、成田発です。もしかしたら成田も閉じちゃってるかもしれない、ね、かもしれないですね、うん、そうかもしれないですね。距離的には関空からっていうね、なるかもしれないですね、もしかしたら、まあ、それ以上のこともあり得るわけで、はい、何がどうなるかさ、明日のこともわからないみたいな、うん、大げさに言っちゃえば、はい、でも明日は来るみたいな、そうですね、明日は来るよみんなとか僕は思いますけどね、うん、なんか、まあ、自分の場合だったら自分子供いるから、うん、まあ、最悪子供はなんか守ってるんだけどなと、うん、どっか秩父を目指すかとか思うけど自分はあんまりね、あんまりというか、まあここでやることは必要かなぁと、うんうん、思いますね。それでは、平勝さんが入ります。あ、じゃあ、ありがとう、ありがとうございます、うん、気をつけてメキシコ行ってください。あ、そうですね、ありがとうございました。平勝さんが入ってエンディングです。はい、はい、はい、平勝さんです。もしあれだったらつけなくてもいいですか。もうあの時間もオーバーして、そろそろおしまいという感じ。どうでした今日という一日は、平川さん。いや、今日結構早めに来てね。今日は、うん、まあ一応電車が時間読めないんで、結局早く出た割にはギリギリになっちゃいましたけどね。うんうん、平川さんも事務所止まりもやっぱりこの期間あり。事務所帰れない状況。いや、それより、うん、地震当日は帰れなかったですね、うん、もう当然。ほ、うんうん、いで、うちがどうなってるかはやっぱ心配だったんで、翌朝すぐに明るくなってから、平野さんとこはまだ僕自宅はわからないですけど、事務所はやたら本があるわけですよ。ですね、あれが全部、全部ってか ほぼ崩れました。崩れましたか。だから表には出れない状態になって、あ、ドアがね、ドアがもう玄関にたどり着けない。その前に本の山があったんだけど、あれが崩れたわけね。ああ、だからそうだよな、ね、怪我しなくてよかったんだよ、感じです。で、まあ、窓からすぐ見たら、ええ、すぐ裏が中学校で、中学校も全校生徒が校庭に集まって、それで他の人ももう表に見て上を見上げてるわけですよ。で、ここで下手に窓から顔出すと、あ、取り残されてると思われたら困るなと思って、あ、まあ、とにかく本を片付けてるだけで終わりましたね。ちょっとなんか仕事も混んでたんで、うん、それはまあ仕事やるしかないかと。そこですよ。まあそんな状況の中、できました。印刷屋さんの奮闘で、はい、今日本当届かないかと思ったんですけど、まあ、昨日も、印刷屋さんとやり取りしていて、ちょっと状況が読めないんです、うん、と。印刷屋さんももうてんやわんやです。でも結局はね、ちゃんと午前中に、届けてくれて、素晴らしい。おじさんと一緒に僕もちょっと運び込んだり、してできましたので、はい、とにかくこれをね、送って、うん、よかった本屋さんとか送るとこ置いてっていうのが、まあ、レポ編集部としてやることなんで、はい、そうです。よかったらこれ読んでもらって、まあ、気分転換に、ね、そうですね、してもらえればと、本当に深刻な話は出てないんで ね、 ですね。本当、まあ、逆にそれがそうですよね、うん、
あの気分転換になるかと思います、うん、そうですね、ということで、はい、ちょっと時間も、過ぎてしまいましたのでそろそろ今日は終わりたいと思いますが来週も、必ずややりたいと思いますので、皆さんもですね、日々の営みを大事にしつつ、はい、でもまあ、このレポの番組が見れてるっていうことは、うん、こう生で見れてるってことはある程度、はいはい、今すごく恵まれた状況の方だと思います、はい、でね、そういうせっかく見てんだったら楽しんでほしいし、ね、せっかく何かの本を読んだりなんかするんであれば、それを普段通りやっていくのがいいんじゃないかなと思うんでね、はい、うん、いろいろ心配なこともあるとは思いますが、うん、ぜひそうですね、そうですね、まあ、いろいろ願ったり祈ったりはありますけれども、うんうん、まあ、本当に今日かすみさんも言ってましたけど、できる人ができることをやればいいと、教科書通りですね、いやそれは割と、うん、いい言葉だなと思って聞いてました、まあ、あとは何度も言うようですが、はい、この100円 SM 募金、ね、日頃ね、うん、M ってどんな感じかなって思ってる初心者の方でも、舞さんは優しくぶってくれますので、アマルコルドというので、まあ、早川舞とかアマルコルドで検索すれば分かると思います。それからこの、レポチャリも、引き続き、はい、まあ、在庫が、まあ、あるんで、当座今月中ぐらいはやれるだろうと思いますので、ぜひ、ぜひレポ読んでみたかったんだっていう何かのきっかけになればいいと思いますし、払ってくれたお金は、僕だけだと猫ババするかもしれないので平野さんのチェックを受け安全な方法で、募金に回させていただきます、はい、ぜひご協力いただければと思います、じゃあ今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。また来週。お疲れ様でした。